はい、それでは司法書士合格講座、憲法の1回目を始めます。皆さんこんにちは。生クラスの方たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。前回までは全体構造編やってましたけどね、今回から憲法ということで、いよいよ、試験に直結する本格的な内容になっていきます。まあ、全体構造編と比べると、断然レベルアップしていきますからね、頑張ってついてきてください。それから、ウェブでご覧の方もね、いらっしゃるかと思います。まあ、これから、長いお付き合いに、ね、なろうかと思いますけども、どうぞよろしくお願いいたします。特にウェブでご覧の方は、自己管理ですね、どの講義をいつ聞くのかということを、まあ、それをしっかり管理をしていってください。生クラスだとスケジュール決まってますからね、その時にお越しいただければいいんだけども、ウェブの方は、ね、自分で、時間設定どの時に聞くんだということをね、それをきっちりやっていかないと、ずるずるちょっと後回しになっちゃうからね、その辺しっかり頑張ってやっていきましょう。はい、ちょっとクラス、開始前にご案内ありましたけれども、生クラスの方ですね、日程変更がございますので、ご注意しておいてください。5月の2日です。こちらもともと10時からでね、パンフレット載ってたんですけれども、こちら祝日ではなくて平日でしたので、夜の時間帯に変更させていただきます。なので、火曜日は、朝じゃなくて、夜ね、19時から、こちら間違いないよね、お越しください、ね、間違って朝10時に来ちゃうと誰もいないからね、こちら日程をご注意しておいてください。はい、では今回から憲法ですけれども、憲法は午前科目で、合計3問出てきます。午前科目は35問なんでね、そのうち3問出てきます。で、こちらの憲法を、合計、6回でこちらの講座ね、やっていきます。で、まずは、まあ、全体構成と同じですけれども、 ご準備いただくものが、ブレイクスルーテキスト、メインテキストですね。今日、無料体験の方はコピーでね、お渡ししているかと思います。で、ブレイクスルーテキストと、それから、過去問レジュメ、過去問レジュメ、それと、キラリしてもらう補助教材、この3点を忘れないようにしておいてください。ブレイクスルーテキストと、過去問レジュメと、それから補助教材ですね。はい、今日、まあ、1回目なのでひょっとしたら忘れちゃったよという方ね、いらっしゃるかもしれませんけど、その場合は、まあ、講義でやったところをどこか自分で分かるようにね、メモを取って、そして復習の際に確認をしておいてください。はい、まず持ってきてもらう教材が、以上3つね、まあ、これ必ず、お忘れないようにしておいてください。それから、あとマーカーなどですけども、全体講座でもやりましたけれども、マーク3種類使っていきます。あとで前の画面に移していきますけどね、私の方ではブルーと、黄色と、ピンク、あ、黄色だけ日本語になっちゃってるけど、ブルーとイエローとピンク、ね、3色使っていきます、ね。まあ、皆さん自分の、好きな色で、ね、ご用意いただければいいです。まあ、それとあとは筆記用具等ね、ご用意しておいてください。はい、それとこれも全体構造編で言いましたけれども、メモをね、取ってもらうことあるかと思うんですけども、それできたら別にノートをね、ご用意しておいてください。メモを取るためのノートで、それはなぜかというと、テキストの直接こうメモを取っていくと、最初は私が言ってることを全部大事に思えちゃうことがあったりするんですね。なのでそれをこう全部こう、テキストに書き写していくっていうね、そういったことが出てきちゃうんだけど、それだと後からこう見直して、テキストがいろいろこうごちゃごちゃ書いてあってね、非常に見づらいテキストになっちゃいます。なのでメモはちょっと別冊に取っておいて、で後で落ち着いてそれメモを読み直して、そしてこれはテキストに補充すべき論点がね、それちょっと落ち着いて考えてからこう入れていってほしいということです。まあ、できる限りテキストはこう何回もやっぱり繰り返して読まないといけないんで、その繰り返すときに、シンプルなテキスト、読みやすいテキストをねしといてほしいということです、ね。まあ、なのでその乱雑さを避けるっていう意味でね、メモは別に取っておいてほしいということです。常に工夫しておいてください。はい、それから今日から本格的な勉強になりますけれども、まず勉強をどんどん進めていくっていうことをね、考えておいてください。今回からかなりレベルが高い、もう本当に試験直結する内容になっていくからね、
かなりハイレベルの内容をやっていきますけど、分からないことたくさん出てくると思います。で、そこで止まってしまわないこと、どうしてもね、私もそうなんだけど、勉強してると完璧主義に陥ってしまうということがあって、ここをこう完璧にマスターしてからでないとちょっと次に進む気がしないっていうね、ことが往々にして起こってしまいます。で、そうなるとそこでも停滞してしまって、どんどん次に進むのが遅れてしまいます。で、そのやり方はすごく時間の無駄遣いになります。例えば英語の勉強とかね、中高とかで、やりましたけれども、その時に中学1年生で英語の勉強何かすごく難しいなと例えば感じたことがあったとしても、それ高校3年生ぐらいになってから振り返ったらすごく簡単でしょ。だ、勉強もこの小書士の勉強も同じで、皆さんのレベルはこうどんどん上がっていくわけ、ね、なのでこの底辺にいるところで考え込んでしまってもね、それは時間だけ使って結論出ないわけです。そうじゃなくて、どんどんこう勉強進めていって、まずは自分のレベルアップをしていく、そっちに重点を置いてほしいんです、ね、そしたらこうどんどんレベルアップしていったら、そのレベルがアップしてからこう最初分からなかったところに戻ったら、すっと分かっていきます、ね、最初1時間考えて分からなかったことが5秒で、ね、解決がつく、そんなことがたくさんあるわけ、ね、なのでまだこうレベルが低い段階であんまり考え込まないようにっていうね、ことです、ね、それよりもむしろ自分のどんどん勉強進めていってレベルを上げていくっていうね、そっちに重きを置いてください。はい、ということでどんどん勉強をサキサキ進めてね、いってレベルを、アップをね、測っていきましょうってことです。はい、それでは今回から憲法ですけどね、司法書士は皆さんご存知の通り、来年から相続登記という登記は、ね、今までもこれ任意だったんだけど義務化されます。もうほったらかしの状況が多いんでね、それでもうこの司法書士の業界のニーズが高まることはね、明確ですので、今後どんどん仕事は増えていきます、ね、なので新しい司法書士さんね、皆さんに期待されているところ大ですからね、ぜひ早めにね、資格を取っていただいて、それで実務ので、ご活躍ね、いただきたいと思ってます。はい、それでは憲法の方内容ね、見ていきましょう。ブレイクスルーテキストです。今回は、テキストの54ページぐらいまで進みたいと思ってます。54ページ、人権の総論というところで、ちょっとその手前でね、終わるかもしれません。はい、憲法はまず、テキスト、全体として、前半部分が人権という分野です。前半が人権で、後半が統治というところで、合計3問出るんですが、人権から統治からどっちから1問でどっちから2問、これは分かりません。年によって違います。まあ、人権から1問で統治から2問という時もあるしね、逆に人権から2問で統治から1問ということもあります。で、人権、今回からだいたい3回ぐらい使ってね、前半の人権のところやっていきますけども、こちらは憲法の判例がメインテーマになっていきます。いろんな判例が出てくるからね、その判例をしっかり覚えていくことです。で、後半の統治っていうところ、これは政治の仕組みで、国会、内閣、裁判所、ね、そんなところを見ていきます。こちらはどちらかというと条文中心の勉強とね、思っておいてください。はい、それでは今回は人権の、中でもね、人権の総論っていうところを見ていきます。人権の中で人権の総論。はい、では、テキスト、はい、まず、第一編のところですね、総論というところで、3ページから、憲法と立憲主義というところ、憲法と立憲主義で、このあたりは試験では直接出てきません。まあ、憲法の入り口の話として、理解確認をしておいてください。はい、まず憲法ってそもそも何なのかと、ね、いうところです。全体講義でもやりましたけれども、4ページ見てください。4ページ、はい、こちらマークしておきましょう。で、今回初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほど言いましたように、私の講義ではタイトルブルーでマークしていきます。タイトルブルーで。で、本文を、イエローで、黄色でマークしていきます。はい、まあ、これ、色はもうご自身好きな色でマークしておいてください。
はい、まずは憲法って何なのかということを覚えておきましょう。国家権力の乱用を抑制して国民の権利を守るものを憲法と言います。どうしても、権力を握っちゃうと、その権力を乱用してしまうということが起こります、ね、そうなるとそれによって国民の権利が侵害されていきます。で、そういったことはあってはいけないということで作られたものが憲法ということです、ね、国家権力に向かって、権力を乱用するな、ね、で国民の権利を守れ、ね、そういったものが憲法なので、憲法というものは国民に対してこういうことを守りなさいというものじゃなくて、権力者の方です。権力を握った人に対して、ね、こういうことを守れ、ね、それによって国民の権利を、守らなければいけない、ね、まあ、権力者に向かった法と、ね、いうような認識を持っておいてください。はい、じゃあこのページは以上ね、こちら覚えておいてください。で、私の講義ではもうノーマークのところね、たくさん出てきますので、ノーマークのところはもう C ランク論点ということで、復習の時も読まなくて結構です。もうどんどんそこは飛ばしていってください。で、C ランクを飛ばす、ね、ノーマークのところは飛ばす。で、逆に、マーカー部分が、A ランク B ランク論点だから、そっちを逆にその分精度を高めて覚えてください、ね、まあ、非効率的な勉強はテキスト全部同じウェイトで読むという勉強ね、それはいけません。テキスト全部同じウェイトで読んじゃうと全部うろ覚えになっちゃいます、ね、そうじゃなくて、試験に大事なところを絞り込んで、ね、まあ、でもその絞り込んだところを正確に覚える、ね、他読まない分ね、その分そこに力を入れて、そこを正確に覚えるということです。はい、では4ページは以上ね、そこ憲法の意義を確認しておいてください。はい、じゃあ、次は7ページに移ってください。7ページです。こちらも憲法の入り口的なお話だけれど、立憲主義の展開っていうところ。はい、じゃあこちらをマークしていってください。テキスト7ページです。はい、そして、タイトルと本文とで色が変わっているところはキーワードで、これ黄色の上からピンクで塗ってます。ここはね、黄色、イエローの上から、ピンクで重ねて塗ってます。そこがキーワードはい、じゃあ、近代立憲主義という言葉と、現代立憲主義という言葉ね、そこをキーワードにしておいてください。はい、これ憲法の、まあ、歴史的なお話なんだけど、まず最初は近代立憲主義っていうね、こんな考え方からスタートしたということです。国家の活動は、警察など必要最小限の範囲にとどめるべきという考え方です。消極国家という、言います。国は、できる限りこう国民の方に介入するなという考えです、ね、もう国民の方で自由にいらしてくれ、で国はもう必要最低限のことだけやっとけという、そういった考え方、ね、そういう考え方を消極国家と言います。はい、最初はそういう考えからスタートしました、ね、そもそも憲法というものがこう権力が乱用されると国民が権利が侵害される、ね、なので、権力によって国民の権利を侵害するな、そんなところからスタートしているわけ、ね、なので、その憲法が制定された当初は国はもうできる限りこちら国民の方に介入してくるなっていうね、そういった考え方だったんです。それを、近代立憲主義と言います。はい、でも、今度はじゃあそれだけでうまくいくかというと、国民だけのね、こう自由な活動っていうことになってくると、どうしても、弱者ね、強者が生まれてしまいます。
ね、国が介入次第で、ね、国民の間でこう自由にやるとね、どうしてもそこに、差が出てきます。貧富の差が出てきます。なので次はですね、場合によっては、国は国民の方に介入して逆に国民を助ける、そういうことも場合によっては必要ではないかっていうね、そういう考え方が次に生まれてきました。でそれが現代立憲主義ということです。はい、2番の1行目読んでください。マークはいいですよ。消極国家の考え方の下では無制限な自由競争が認められた、ね、それでどんどんね、貧富の差などが出てきます。はい、そこで、場合によっては国も積極的に国民側に介入して社会的経済的弱者を救済する、そういった必要性もあるだろうっていうね、そういう考え方が次に出てきたわけです。でそのような考え方を現代立憲主義と言います。はい、それでは次の図表もマークしてください。はい、この部分です。テキスト7ページはい、左側の近代立憲主義、まあ、ざっくり言うと19世紀と、ね、思ってください。19世紀ぐらい近代立憲主義ね。で右の現代立憲主義、これもざっくり言うと20世紀、ね、まあ、19世紀の考え方、20世紀の考え方、ね、まあ、ざっくりそんな、ね、イメージです。はい、そして19世紀ぐらいまではね、左の考え方で、国は介入するな、ね、それを消極国家と言います、ね、もう自由にやらせてくれという考え方です。で、そのね、国民にも自由にやらせてくれ、そういった権利のことを自由権と言います、ね、国民がもう自由にやるという権利ね、自由権と呼びます。で言い換えれば国家からの自由という考えです。はい、最初はそういった考えでスタートしました、ね、まあ、でもそれでいろいろうまくいかないことも出てくるから、次は積極国家という、ね、考え方が出てきます。まあ、これが20世紀に入ってから、ね、こちらを現代立憲主義と言います。はい、でこちらは、場合によっては、国家による自由、こういう考えも必要だろうというものです。左の自由権がなくなったわけじゃありません、ね、自由権はそのままでそこにプラス社会権という考えを付け加えるということです。社会権という権利は、まあ、その直前に書いているように国が弱者を救済するという考えのものです。社会権はね、国が弱者を救済するという権利はい、なのでその直後の国家による自由というのは社会権のことをね、指してます。はい、そういう考えが、付け加わったよってことです。でそういう国家のことを積極国家とね、呼びます。はい、当然今の日本は右側、ね、まあ、自由権的な考え方をね、ベースとしつつ、社会権的なね、考え方も、採用されています。まあ、こちらの試験では直接聞かれないけどね、まあ、憲法のちょっと歴史的な背景でね、そんな変遷があったよってことを簡単に確認しておいてください。はい、それでは次は9ページに移ってください。次は憲法の基本原理とね、いうところを見ていきます。ですのでさっきも言ったけど、その8ページ、手前の8ページまでは、復習の時は今マークしたところね、そこだけ読んで確認してもらったらいいからね。他も飛ばしておいてください。はい、それでは9ページ。はい、憲法の基本原理というところですが、はい、まず10ページの、前文、前文というところね、これはもう飛ばしておいてください。試験では出てきません。はい、それと、13ページの基本原理。こちらも飛ばしておいてください。はい、そしてその、基本原理というところの一番最後、19ページ見てください。19ページ。
はい、そこまでも内容全部飛ばしてもらってね、19ページ、こちらちょっと覚えておおいてほしいことがあります。法の支配と法治義という考え方です。はい、では、こちらの図表をまずマークをしていってください。テキスト19ページです。はい、そして社会的背景のところを前の画面に括弧で閉じておいてください。裁判所への不信、それから、右側裁判所への信頼というところね、そこは括弧で閉じておいてください。法治主義という考え方と法の支配という考え方があります。はい、そしてこのページで、補助教材、こちらの補助教材ね、これの、P19 とあるところ、はい、欄画に貼っておいてください。補助教材こんな形でね、欄画に切り貼りしていただきます。はい、法治義と法の支配の図をね、こちら入れておいてください。で、今お手元ない方はまたご自宅帰られて復習の際にね、こちら入れておいてください。はい、じゃあその今の図と、こちらマーカー部分照らし合わせながら見ていってください。はい、まず法治主義という考え方、はい、こちらの考え方は、議会に、議会というのは日本でいうと国会です。日本の国会ね、議会に全面的な信頼を置いているという考え方、要は自分たちが選んだ議員だから、その議員が間違ったことをするはずがない、そういう考え方です。はい、そこに全面的な信頼を置く。はい、そしてこの法治主義の、法は、法律を意味しています。キーワードの通りね、その法治主義の方は法律で、右側の図を見てください。こんな考え方、議会というのは立法だけどね、法律を作るところ、立法が一番偉いんだという考えです、ね、自分たちが議員を選んで、その議会で法律を作るんだから、その立法が一番偉い、ね、で、その、立法が法律を作る、議会が法律を作る、ね、で、その、自分たちが選んだ議員が作った法律、この法律の下で、他の2つ、行政と司法ね、これをやらせればうまくいくはずだ、こういった考え方です。これが法治主義。はい、なので、この考え方でいくと、図表の下段だけど、この法治主義という考え方に拘束されるのは誰かというと、図の通り、行政と司法です。法治義という考え方の下に置かれるものね、下に置かれるものは行政と司法で、逆に、この法治義という考えに立法権は拘束されないということになります、ね、立法が上にいるわけです。はい、ということはこの考え方だと、図用の方だけど、その法の内容の適正、これは特に問わない、ちょっと難しいけどね、そのようになります。もう要は立法権を全面的に信頼しているわけ、ね、だからその立法権が作った法律、その内容が適正かどうか、そんなの適正なのが当たり前だろうと、ね、いうことで、もうそこが適正かどうかということは特にもう問題としない、ね、
もうそれをもう当然のように信じ切るんだっていう、そんなような考え方。はい、でこの考え方はどうでしょうか。この考え方はちょっと危険ですよね。立法を全面的に信頼する、ね、本当に立法が間違ったことをすることはないのか、ね、ちょっとこれは危険な考え方で、この法治義のような考え方を取ってたのは、戦前のドイツ、ね、ナチスドイツとかね、なんかはこの法治義です。戦前のドイツなどはね、法治義。はい、でもね、この法治義という考え方は当然ね、危険を伴う、ね、国民が選んだ議員だから大丈夫かというとね、そうでないことがあります、ね、なのでこれは危険を伴う考え方で、ね、法の支配、こちらが妥当な考え方で、法の支配ってのはどういった考え方かというと、議会への不信、ね、議会もね、確かに国民が選んでるんだけど間違ったことをすることもあるだろうという考えです、ね、なのでその、ね、議会も何らかの拘束のもとに置くべきという考えです。で法の支配の法というのは、これは憲法を指してます。こちら右側ね、法の支配の法は憲法、憲法の支配という考え方、ね、憲法のもとでの支配、ね、憲法の支配下に置くんだという考えです。で図を見てください。そういう対戦するってことです。その憲法を一番上に置いて、その憲法の下に三権を置くっていうね、こういう考え方。はい、ですのでこちらの考え方だと図のように、立法、行政、司法ね、この3つとも憲法の下に置かれて憲法の考え方に拘束されるということになります。はい、それが図表のところね。こちらの考え方だと、この法の支配という考えに立法権も拘束されるんだということです。はい、なのでこちらの考え方だと当然法内容の適正が要求されます。いや、その、立法権が作った法律が憲法の考え方に合ってるかね、そこが求められるということです。はい、今の日本は当然法の支配、こちらの方です、ね、今の日本は法の支配。はい、ちょっと難しいところでしたが、この考え方また使っていく場面があるんでね、そういう法治主義という考えと法の支配という考え方、2つの考えがあるんだということね、知っておいてください。はい、それではこのページ以上になります。はい、それでは次は21ページ見ていきます。はい、21ページからは国民主権というところ。はい、では22ページ見てください。こちらからが本試験出されているところになります。でまず冒頭の主権の意味というところ、そちら括弧で平成28の2とありますけど、これ過去問の番号になります。はい、そして、過去問レジュメが、ね、ありますので、まあ、講義の中で見ていくところもあるしね、また復習 の際もやっておいてください。今テキストで28の2と、ね、出てたけど、それがこの過去問レジュメのこの冒頭部分。はい、こちらになります。過去問レジュメの方はテキストで出てきた順番通りに過去問並び替えているものだからね、まあ、こちらで過去問練習していってください。で過去問集合格ゾーンっていうね、過去問集もあるんだけど、過去問集の場合はテキストの順番通りでは当然ありません。本試験の問題をね、過去問にしてるわけだからね。でそれだとここでやった論点が過去問のどこかなっていうのをちょっといちいち探していかないといけないんで、ね、レジュメの方でそれ順番通りに並び替えていますからね、まずはこちらのレジュメの方で過去問やっていってください。で合格ゾーンの過去問集の方については
もう買ったよという方もね、いらっしゃるかもしれません。まあ、それはそれで OK だけど、とりあえずはこちら過去問レジュメの方ね、こちらで練習していってもらったら、それで全然十分ですからね。まずレジュメの方で慣れていってください。で、まあ、それからね、まあ、措置がある程度できてきたら、合格ゾーンの方の購入もね、また考えてもらったらいいかなとね、思います。で、まあ、合格ゾーンの方はそんなに慌てて買う必要もなくて、もしもう買っちゃってる人がいたらちょっと申し訳ないんですけども、また秋になったら今年の本試験が入った新しい年度のものが出ますからね。まあ落ち着いて その時期からも購入いただいてもね、結構かと思います。なのでその秋口まではこちら過去問レジュメでね、練習しておいて、ね、それからでも十分全然 OK ですからね。なので特に過去問書の方は慌てて買う必要はないとね、思っておいてください。はい、それでは、22ページもう一度テキスト戻ってください。国民主権というところですが、じゃあ図表をマークしましょう。はい、じゃあこちらマークしていってください。テキスト22ページ、はい、じゃあちょっと書き込み部分拡大します。はい、これちょっと順番に書いていってください。まず統治権というところだけど、ニアリーイコール領土と書いてください。ニアリーイコール領土。主権という言葉は、統治権、領土のような意味で使われることがあるということ。それがまず一番。右側見てください。具体例として、日本国の主権は本州などに極限せらるべしという文章があるけど、ここで使われている主権という言葉。これは、日本のこう統治権が及ぶ範囲、まあ、言い換えたら領土みたいな意味で使われてますね。日本の領土は、ね、本州などに極限される、ね、そんな意味でまず主権という言葉が使われることがあるということ。はい、じゃあ次は最高独立性。はい、ここは、ニアリーイコール独立国家としてください。ニアリーイコール独立国家。はい、独立国家だよというね、そんな意味で使われることがあるということ。はい、これも例えば右側の例見てください。2行目、連合国としては日本国が主権国としてと書いてます。主権国っていうのは独立国家という意味です。どっかの植民地じゃなくてね、日本を独立国家として認めるような意味ですね。はい、そんな意味で主権という言葉が使われることがあるということ。はい、それから丸三番も言葉通りだけど、国の政治についての、最高決定権という意味で主権が使われる。で、この場合の主権は右側文章を見てもらって、主権が国民に損する、国民主権、ね、そういう意味で使われる主権はこの意味です。国の政治についての最高決定権は国民にあるんだ、この意味合い。はい、そのように主権という言葉はね、3つぐらいの意味で使われることがあるということ。はい、じゃあその直後マークしましょう。こちら、
民主権、という主権ね、はい、これは、丸3番の国政についての最高決定権、この意味合いで用いられています。ここで使われている主権は上で書いてもらった領土とかね、あるいは独立国家とかね、そういった意味合いじゃありません。最高決定権という意味合いで使われています。はい、では過去問レジュメ見てください。過去問レジュメです。はい、まず、冒頭読んでください。で、過去問レジュメはキーワードを付してますから、まあ、キーワードをね、ヒントに、確認していってください。主権の概念には国家権力そのもの、これテキストの一番の意味ね、国家の統治権、それから、国家権力の、最高独立性、これテキストの二つ目の意味です。独立国家みたいな意味で、丸三番、最高決定権、はい、この中で一番の意味で使われているものは組み合わせはどれですかという問題です。はい、で、分かりやすいものとして、まあ、問題は一番を聞いてるけどね、ウーとオー読んでみてください。そのキーワードのところで結構です。ウーとオウーとオーの主権という言葉は同じ使われ方ですよね。ちょっと文章は違うけど、ウは主権の損する日本国民で、オは主権が国民に損する、ね、これ国民主権の意味合いで使われてます、ね、ウーとオーは同じ意味で、ウとオーは、上の、問題でいくと丸3番の意味合いですね。丸3番で、問題はこれ丸1番を聞いてます。丸一番で使われてもどれか、ね、そしたらね、別に丸一番分からなくても、今のこのウートは割と分かりやすいですね。主権、国民、ね、国民主権、ね、そしたらウートは答えじゃありません、ね、ウートは丸三番の意味だからね。そしたらウートをこれ消してみてください。ウートが入っている枝消したらもう3番しか残らないですね。はい、まあ、だから答え3番とね、いうこと。はい、まあ一応正しいものを確認すると、問題は丸1番、日本の領土とかね、あるいは統治権、そんな言葉で使われているのはどれか、一応3番 E と A が正解なんだけど、E はテキストにあったの事例、ね、日本の主権はこれ領土みたいな意味ですね。領土は本州などに、極限される、ね、それから A はちょっと難しいです。国会は国権の最高機関、これちょっと難しい、ね、この国権もちょっと領土という意味とは違うけど、上のこの丸一番のこの国の統治権というね、意味合いになります。はい、実際にはこういう形で五子択一式だから、別に全部の枝分からなくても分かる枝があったら答えを出せるんでね。で、ね、今のような問題を推論型問題と言います。ちょっと考えるの問題で、これは最近も減ってきてます。この推論型問題ね、減ってきています。で、もう端的にもっと知識を直接聞くっていうね、知識型の問題が、主流を占めてます。で、憲法、まあ、科目で言うと憲法ぐらいです。科目で言うともうこの推論型が出るのは憲法ぐらいで、憲法でも最近は減ってきてます。令和に入ってから出ていません。令和2、3、4とはね、もう出てませんから。はい、なので、まあ、知識型の方が大事だっていうことはね、分かっておいてください。で、推論型問題は難しいので、最初できなくて構いませんからね、どんどん
むしろ端的に知識を聞いている問題、そっちから潰していってください。で、推論型は後回しで結構です。冒頭言ったように、どんどんこうね勉強進めていって、力がついてからね、また振り返ってやってみるっていうね、そんな感じで結構だからね。で、特にこの推論型問題はもう全部の枝すっきり分かって、で答えがこれだっていうことはないからね。それはもう合格者でもそうです。合格者レベルでもこの推論型問題についてはなんとなくこれかなっていう感じです。答え出すとき、ね、今の問題解いたときも、ね、そのウーとオーの枝ね、それ国民主権という意味で使われてるなっていうところを見てね。で、そしたらこのウーとオーは答えじゃないな、ね、そしたら残った EA が答えかなっていうね、大体そんな感じです。漠然としてね、答えを出していくような感じと思っておいてください。なので、その文章を書いていることを詳細に理解する、そんなことは全然必要ないですからね。はい、まあそちらキーワード示しているように、そのね文章の中のそのキーワードに当たるところね、あ、ここはポイントじゃないかなっていうのをちょっと発見してね、それを足がかりに解いていくようなねやり方です。はい、ではテキスト戻ってください。22ページはい、今の図表が過去問題ね、28の2で聞かれてました。じゃあ、その国民主権の意味、ちょっとね、より具体的に見ておきます。では、こちらマークしてください。テキスト後半部分、22ページです。権力国民、権威国民とキーワードです。これら2つの契機が不可分に結合したもの、そこもキーワードにしてください。はい、そして、一番末尾に括弧通説としてください。通説、はい、ちょっとこれも難しいところなんでね、まあ、よく分からなければあんまり気にしないでください。直接試験で出ているところではありません。欄外に補助教材入れておいてください。はい、こちらの補助教材です。はい、国民主権というのは何なのかということについて、まずは1節と2節があります。それテキストの1番と2番です。で、1節は、国民主権というのはキーワードを見てください。権力を国民が持つこと、権力を国民が持つこと、これが国民主権なんだという考え、それが1節。具体的には権力ということは有権者を指しています、ね、その選挙で権利行使ができる、ね、有権者のことを指しているわけ。はい、そうなると一説だと、国民主権というものは権力を国民が持つこと、それが国民主権、ね、という考えだから、国民というのは誰を指しているかというと、権力行使ができる有権者を指していることになります。一説だとね。で、それだと図用のような批判が出てきます。それだと主権を有する国民と有しない国民に二分されるではないかという批判が出てきます。はい、それから2節。2節は国民主権というのは権威を国民が持つこと、
それが国民主権なんだという考えです。権威を国民が持っていること、はい、となると2節だと権威ということであれば誰しもが持つことができますから、2節だとその国民主権の国民とは全国民を指すことになります。権威を持つ全国民で、これだとまた批判が出ちゃってね、それだと国民主権の国民というのは全国民なんだ、それは当たり前じゃないか、むしろね逆に当たり前すぎる、それは解釈じゃないか、そんな批判が出ちゃったりするわけ。はい、なので1節と2節があるんだけど、いろんな説があってもね、パーフェクトな説とはなかなかなくて、ね、一長一短やはりあるわけです。はい、ですので、通説、はい、通説はこれら2つの契機が不可分に結合したものと考えます。どういうことかというと1節と2節両方合わせたものということです。1と2をね両方合わせたものが国民主権なんだっていうね、それが通説ということです。まあいいとこ取りっていうことです。いいとこ取り。結構学説だとそんなパターン出てくるからね、 A 説と B 説があってどっちでも一長一短、ね、なのでそのいいとこを取りましょう、ね、折衷説とかね呼んだりするんだけどね。はい、ここも1と2、ね、それぞれ一長一短の部分があるから、ね、国民主権というものはその1と2、ね、両方含んでるんだという考えね、それが通説となります。はい、で次の23ページの推論対策、これはもう飛ばしてもらっていいんだけど、まあ、簡単に解説のところを確認してください。解説、今の話、国民主権ってね何なのかいろんな説があって、まず A 説見てください。23ページ A 説、権力的契機、ちょっと難しい、ですけども、権力を国民が持つこと、それが国民主権なんだという見解ね、それが A 説で、 B 説、正当性の契機、これちょっと言葉変わりますけど前のページのキーワード権威ねっていうことです。権威を国民が持っていることが国民主権なんだ、それが B 説。はい、でどちらも一長一短だから次のページ24ページ見てください。折衷説、まあ、これが通説になっていてね、折衷説、まあ、国民主権というものは、場合によっては A 説の意味合いもあるし、場合によっては B 説の意味合いもある、ね、どっちも含んでるんだっていうね、説が通説になってます。はい、では次を見ていきましょう。はい、では次は25ページ、天皇制と、ね、いうところです。国民主権とねされていますから、天皇は、そちら条文見てもらって1条、天皇は日本国の、象徴とされてます、天皇は日本国の、象徴で日本国民、統合の象徴であって、この地位は主権の損する国民、主権の損する国民に、の総意に、基づく、ね、あくまでも、主権は、国民にあるんだということがねそこを明記されています。はい、では次の26ページ見てください。はい、主権は国民にあるんだけど、天皇が行う行為もありまして、それが26ページです。まあ、天皇はどんなことをね、することになっているのかなということで、3番見てください。はい、3番の天皇の行為というところね、こちらマークしていきましょう。
天皇が行う行為を国事行為と言います。今マークしてませんけど、その括弧一番の2行上見てください。この国事行為は天皇が独断でするんではなくて、内閣の助言と承認に基づいて行われるとされています。はい、じゃあね、内閣の助言と承認に基づくんだけど、どんなものがあるか。内閣総理大臣の任命、最高裁の長官の任命で、これまた次のページ図表で出てきます。はい、では引き続きマークしてください。はい、こちら1番3番5番。憲法改正や法律などの公布、そして衆議院の解散。衆議院の解散はまたね、統治の方でこの論点出てきます。はい、それから、丸5番、国務大臣その他の管理の任免の認証。管理というのは、役人のことです。役人。国務大臣、まあ、国務大臣は一般の大臣のことね。大臣その他の役人の任免で、そこ任免という言葉、囲っておいてください。任免、任は任ずるということですね。免は逆、免は辞めさせるということで、大臣などを任ずる場合も逆に辞めさせる場合も、どちらも天皇の認証、これが必要とされています。はい、じゃあちょっと今のところ細かい論点だけど、過去問レジュメ見てください。はい、テキスト P26、 ここに書いてる P26 というのはテキストのページ数に対応してるからね。まあ、レジュメの方だと下の2ページ、下のページでいうと2ページです。はい、 P26 の問題。国務大臣は内閣総理大臣から罷免されることによって地位を失うが、罷免については天皇の認証を要しないという枝です。はい、これ×で、これすごく細かい問題です。任命と罷免ね、どちらの場合も天皇の認証が必要とされています。はい、それではテキスト戻ってください。27ページ、次は27ページ。はい、今のページと、重複するところがありますけど、今出てきた指名とか任命とか認証というところね、そちらの図表です。はい、じゃあまずはマーク入れていってください。書き込み後で拡大します。
はい、真ん中横に線引きしておいてください。天皇のところキーワードにしていきましょう。はい、じゃあ、任命と認証のところを上に書き込んでおいてください。任命というのは、職を命ずること。任命は、職を命ずること。はい、認証は左の任命を認めること。左の任命を認めること。すでに書いておいてください。任命は職を命ずること。認証は左の任命を認めること。はい、じゃあまず、図表の上の欄確認してください。氏名、任命、認証、この辺はちょっと知識問題として出てくることがあるからね、頑張って覚えないといけません。まず内閣総理大臣だけど、内閣総理大臣は国会で指名されます。いつも国会で決めてますよね、内閣総理大臣で。総座の大臣、国務大臣と言います。その他の大臣は誰が決めるかというと、内閣総理大臣が選びます。内閣総理大臣が国会で指名されて、その後内閣総理大臣が誰を大臣にしようかということをいつも決めてますよね。あれが任命ということ。はい、で、それぞれその後天皇の任命または認証と続きます。はい、ですので新しい内閣が組閣されたときに、内閣総理大臣とその他大臣が皇居に行ってね、で認証式ってなんかテレビで見たことないですか、タキシードみたいに着て、ね、天皇陛下から、ね、認証を受ける、ね、あれが認証、ね、だから内閣総理大臣だったらあれは任命式ってことになるわけ、ね、内閣総理大臣は任命式で、その他の大臣は、まあ、認証式と、ね、いうことになります。はい、まあ、そういった手続きを、ね、踏むことになります。はい、じゃあ次、裁判官だけど、最高裁判所は、長官とその他の裁判官で区別されています。最高裁判所の長官は内閣が指名で、天皇の 任命となります。そして最高裁判所のその他の裁判官は一つずれて、内閣の任命、天皇の認証となります。で、下級裁判所はちょっとね細かいけど、まあ、こちらも下線入れておいてください。最高裁判所、最高裁判所が指名をしまして、ね、あとまあ上と同じ並びだけど、内閣の任命で、高等裁判所の長官だけ、天皇の認証となります。はい、この裁判官のところはですね、右側に書いておいてください。はい、右側に、はい、ここは内閣天皇の並びと書いておいてください。ここは内閣天皇の並び。はい、そのように書いておいてください。
はい、その裁判官のところは内閣天皇、内閣天皇という並びになってますよね。それを覚えてください。で、最高裁判所の長官だけ、指名、任命という並びでね、その他がちょっと列がずれて、任命、認証という、ね、並びになります。はい、では過去問レジュメ見てください。はい、じゃあね、こちら P27 のまず2つ目読んでみてください。2つ目、はい、こういう形でちょっと細かいところがね聞かれてきます。正確に覚えてるか。下級裁判所の裁判官は最高裁判所によって任命される。はい、どうでしょう。はい、これは最高裁判所によって指名されるが正解です。で、図4通り任命は内閣ですね。最高裁判所が指名して内閣が任命となります。はい、それでは、その手前の枝読んでください。15-3-1。はい、これ難しいです。最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は、内閣が行う。丸としちゃいそうな枝なんだけど答え×で、コメント書いてますけど、最高裁判所の長官の任命は、天皇が正解。はい、今の枝非常に難しい枝なんだけど、最高裁判所のそこ裁判官と書いてますね。裁判官で、これ長官も含むわけです。裁判官って言ったらね、長官も含む。はい、なので今の、問題はこの長官のところね、これも含めて聞いてるわけ。この長官も含めて、この任命は内閣ですよと聞いてるから間違いってことです。はい、ですのでね、ちょっと細かいことだけど、この図表、ね、確かにこの図表はこちら最高裁判所の裁判官とここ書いてるんだけど、この裁判官は厳密に言うとこの長官を除く裁判官を指してます。この言葉はね、この裁判官、ここの裁判官はこの上の長官を除く裁判官です。長官を除く裁判官は、ね、内閣天皇ね、内閣の任命、天皇の認証になりますよってこと。で、テキスト図表の、ね、その最高裁の、裁判官は、長官を除く裁判官ね、そういった意味合いなんだけど、今の過去問の方では単に、最高裁判所の裁判官と聞いてますから、これは長官も、含めて考えてくださいとね、いう問題なんです。はい、なので長官も含めて考えると、間違ってますよっていうこと。はい、なのでね、そういった意味でちょっと難しい問題でしたね。長官部も含めて考えないといけないっていうことね、難しい問題。はい、では、テキスト27ページはね、以上です。
はい、まあ、今みたいな感じでここは知識問題で聞かれていきますからね、頑張って覚えておきましょう。次の方、はい、それでは次は、第2編見ていきます。第2編、基本的人権というところです。じゃあ32ページ開けてください。はい、冒頭でもやったようなお話ね、もう一回見ていきます。32ページ、人権にどんなものがあるか、こちらマークしましょう。はい、人権の分類、はい、まず自由権という権利、これも人権の一つ、国家の介入を排除するという考え方です。はい、では次のページに移ってください。33ページ、はい、33ページは参政権社会権マークしてください。参政権は国民の国政に参加する権利です。社会権、冒頭出てきたけど、これは国が国民、経済的弱者を助けるという権利、国家に対して給付を求める権利、これを社会権と言います。はい、それでは今の本文の話ね、下に図表があるんでこちらマークしてください。図表のタイトル訂正しておいてください。すみません。自由権の分類とありますけど、これ人権の分類です。すみません。図表タイトル人権の分類。はい、まあ、左右が人権の中心となります。まず自由権というもの、国家の介入を排除するという考えです。もう国は国民側に介入するな、自由にやらせてくれという考え方、そして逆に、いやいや国も場合によっては国民の方に介入して国民を助けてくれよという権利、それが社会権、国の介入を求める権利です。まあ、それが左右にあってね、真ん中はちょっと性質が違いますけど、国民が国の政治に参加できる権利、それを参政権と言います。はい、では次のページ34見てください。じゃあこちらマークしましょう。34ページ
はい、権利によっては、2つの側面を持つものもあるということで、例えば知る権利という権利があります。はい、これは、自分が何か情報を収集しようとしたときに、その情報の受領を妨げられないという側面があります。これは自由権的な側面です。もう一つ、国に対して情報を公開しろと請求できる。そういう面に着目すると、これは社会権的な側面を有しています。はい、そのように同じ権利でもね、両側面を持っている場合もあるということです。ね、こう国の介入を排除して、ね、自由にやらせてくれっていう側面とね、いやいや国の、ね、方に何かをこう請求していくっていう側面、ね、今の知る権利は両側面持ってます。はい、では区分レジュメ見てください。はい、これもね推論型で難しい問題です。 P32 とあるところ、はい、まず冒頭読んでください。括弧 A、 その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるっていうね、自由権的な性格を有する場合で、括弧 B は国家に対して一定の、作為、作為っていうのは何か行為をすることをね、作為と言います。国家に対して一定の、まあ、行為です。行為を要求できるっていうね、国務請求権、これ無視してください。社会権という言葉着目してください。社会権的な性格を有する場合。で、分類が合ってるかどうか。はい。じゃあね、ちょっと難しいですけども、これ、順番に、自由権的な権利か、社会権的な権利か、イメージで結構です。このキーワード見て、ね、ちょっと考えてみていってください。まあ、文章を読まなくていいからね。じゃあちょっとそのキーワードを、ね、確認していきます。まず、A の生活保護というキーワードね。生活保護ってどっちでしょう。もう自分たちで自由にやらせてくれっていう自由権か、いやいや国の方が助けてくれよっていう社会権か。これ社会権ですよね。社会権、ね、こう生活困ってたら、ね、国の方からこう救放してくれ、ね、そんなことが求められる権利だから、これ社会権。かっこいいの情報公開、これはさっきね、テキストにあったように両側面あるんだけど、これちょっと難しいです。はい、これはちょっとその手前から読んでもらって、知る権利が具体的請求権となるためには、これを具体化する情報公開法などの法律の制定が必要であるとね、いうことが書いてます。そしたら、ね、そこに出てきているこの情報公開っていう意味ね。これは自由権的な意味か社会権的な意味か。ね、要は自分がこう何かこう情報収集しようとしたときに、それを妨げないでくれ。自由にやらせてくれっていうね、自由権的なこれ意味か。そうじゃなくて、国に対して情報を公開してくれよ。ね、情報の公開を求めることができる。そんな意味でこれ使われているか。ただこれは国にこう情報公開を求めるっていうね、そういう意味合いで使われています。はい、なのでこれは社会権。ね、今そこで使われているのは社会権。はい、だからこれは問題としては括弧 A と書いてるから間違い。
はい、次の2つのキーワード、もうこれは端的にキーワード見てください。教育の自由、表現の自由、これ自由権か社会権かどっちでしょう。これ自由権です。もうこれ言葉通り、教育を自由にやらせてくれ、表現を自由にさせてくれ、ね、もうその自由という言葉があるわけだから、これは自由権です。はい、そしたらウーの枝ね、ウーの枝はその教育の自由っていうものがカッコ B と書いてます、ね、社会権と書いてます。これ間違いってこと。おはどうでしょう、労働委員会による救済、ね、労働問題で困ったことがあるときに労働委員会というところにこう救済を求めることができる、ね、労働委員会に助けてくれと言える、これ社会権の方です。はい、ちょっと難しい問題だけどね、こう国などに、ね、あのこう何かをこう請求できる、助けを求められる、ね、そんな場合は社会権ということ、ね、そうじゃなくても自分の方で自由にやらせてくれっていう、ね、話であれば自由権ということです。はい、まあ、そんな意味合いでね、あのその自由権か社会権かの分類が合ってるかと、ね、いうことを聞いている問題でした。はい、まあ、これ もう非常に難しい問題だからね、あの今もあの本当にイメージ的なところで結構ですよ。だいたい漠然とこんな感じかなっていうイメージで結構だからね、まあ、あのさっきも言ったようにまた皆さん力がまたついたらね、また落ち着いて考えてみてください。はい、ではテキスト戻ってください。じゃあ35ページ、次は35ページ。はい、ここは言葉の意味を確認しておいてください。35ページのプログラム規定っていうところです。はい、じゃあマークをしてみてください。はい、プログラム規定という言葉がね、たまに出てくることがあります。国会内閣の政策の指針を示す規定ということで、次の図表のタイトルをマークしておいてください。こちらね。はい、法規範性と裁判規範性と図表にあるけど、法規範性っていうのは、そもそもそれが法かどうかということです。法かどうか。で、裁判規範性というのはそれで裁判できるかどうかという基準。はい、ではね、こちら、欄に補助教材入れてください。はい、まあ、これはあの直接試験で聞かれるんじゃないんだけど、これから憲法の勉強の中でたまに言葉が出てくるからね、こちら確認しておいてください。プログラム規定、まあ、憲法の条文のことなんだけど、ある憲法の条文がそれがプログラム規定だと言った場合は、それはもうそもそも法ではなくて、単なる道徳的な決まりという意味合いです。図表の方、こちら×がついてますように、プログラム規定という場合はもうそれはそもそも法ではない、法規範性罰ということはね、法ではないということです。なのでも法ではないから、もうそれに基づいて裁判もできない。
抽象的権利と呼ばれるものもあります。抽象的権利は、まずそれが法かどうかといえば法ってこと、そこ丸が入ってますね。でもじゃあその憲法の条文を根拠に裁判できるかというと裁判できません。裁判規範性は罰ということ、その憲法の規定を根拠に裁判所に救済を求めることはできない、これを抽象的権利と言います。具体的権利、これはその憲法の条文はまず法だし、そして裁判規範性も丸となっているから、その憲法の条文を根拠に直接裁判もできるというものが具体的権利ということです。憲法の条文の中にはその憲法の条文に基づいて、直接裁判できる具体的権利ね、これもあるんだけど、真ん中の抽象的権利というものもあるということ、その憲法の条文では直接裁判できませんというものがあってね。でそれまた出てくるけど、今も聞いといてもらっていいです。例えば、憲法の25条という生存権という条文があって、全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む、権利を有するというね、これ生存権という条文、25条という条文があります。でこの条文は真ん中の抽象的権利とされています。はい、だから自分がその最低限の生活ができてないって時に、今の憲法25条を根拠に助けてくださいという裁判を起こすことはできないということです。はい、でも実際にはその憲法25条、これをこの趣旨を受けて、例えば生活保護法、こういった法律ができてます、ね、なのでその生活保護法の方を根拠に裁判ができるということです。はい、そういったものを抽象的権利とね言います。ね、憲法を直接ね根拠に裁判できないけど、ね、その憲法を受けた法律があればね、で通常は法律が存在します、ね、その法律の方を根拠に裁判ができるというものね、それが抽象的権利。はい、まあこれもそんなに深くこだわらなくていいからね、またそういう話が出てくるから、そこでね確認してみてください。はい、では次の36ページ見てください。はい、次もちょっと言葉の確認です。制度的保障、こちらマークしてください。36、はい、制度的保障、そこをキーワードにしてください。はい、そして図表の中だけど、左が人権と書いてください、右が制度と書いてください。はい、左の信教の自由などが人権で、右が政教分離などね、そっちが制度となります。はい、じゃあここでマークしてもらって、一旦ここで休憩しましょう。こちらの説明後半でしていきます。はい、じゃあここでね休憩します。はい、では後半始めましょう。はい、じゃあ、36ページ、前半最後にマークしてもらったところを見てください。制度的保障と、ね、いうところです。制度的保障とは、制度自体を保障することで、人権を保障することを目的とするものを言います。
はい、こちらは図表だけど、例えば憲法、それ過去内条文20条ね、憲法20条では、信教の自由っていうね、これ人権です。人権が保障されてます。はい、でも憲法の中では、右側ちょっとこちら条文番号ついてませんけど、政教分離のようなね、いろんなあの制度を保障している部分もあります。で、今の信教の自由だけど、憲法20条で、信教の自由、これが保障されてます、ね、じゃ あのそれだけでいいかというと、信教の自由が保障されて、でももし政教分離という制度がなかったらどうなるか。政教分離ってね、あの国と政治を切り離しましょうってことですね。こういった制度がもしなかったらどうなるか、ね、そしたら国がある宗教を支持するとします、ね、国がある宗教とくっつく。そしたらいくら信教の自由があるよって言っても萎縮してしまいますよね。国がある宗教とこうくっついてたら信教の自由保障しますと言われても、いや国と同じようにしないといけないんじゃないかとどうしても思っちゃいますね。でそれだと結局信教の自由っていうものがね、ないがしろになっちゃうわけです。なのでそれがいけないから、ね、その信教の自由という人権ね、これを保障するために政教分離という制度も設けようということです、ね、政治と宗教は切り離す、そういった政教分離という制度を設けることで、それを信教の自由という、ね、人権保障につなげていこうというものです。それを制度的保障と言います。ある制度を設けることで人権保障につなげていくということね。ある制度を設けてそれを人権保障につなげる、これを制度的保障と言います。でそこに並んでいるのはそれらの例と、ね、いうことです。はい、それでは過去問レシピ P36 のところ、はい、じゃあ、こちらこれも難しいです。まだやってないところだから。憲法29条1項、という条文があって、この条文は私有財産制度を保障しているのみでなく、個々の財産権についても、基本的人権として保障している。これ丸。で、コメントに書いてますように、個人の財産権という権利、これ人権です。人権。そして、私有財産制度、これは制度。で、憲法29条1項という条文は、この条文で、両方、私有財産制度と、それから財産権の保障ね、両方規定しているということで、憲法の中ではね、通常は、その憲法の条文で人権だけを保障しているもの、それから逆に制度だけを保障しているもの、これが多いんです、ね、憲法の条文があったら人権だけを保障したものと制度だけを保障したもの、それが多いんだけど、今の29条1項は一つの条文で両方保障してますよっていう趣旨です。ちょっと珍しいものだから、ね、憲法の条文はどっちか、ね、人権だけとか制度だけっていうものが多いんだけどね、今の29条1項はちょっと珍しい条文で、一つの条文で、私有財産制っていう制度と、それから財産権という人権と両方保障してますっていうことです。はい、またそれは、そちらね、財産権というところがもう一度出てきます。はい、それではテキスト戻ってください。37ページ。はい、じゃあ、次は人権の共有、主体性っていうところを見ていきます。タイトルの人権共有っていう言葉ね、まあ持つっていう意味です。人権を、まあ、持つことができる主体は誰かっていうね、問題。人権を持てるのはどんな人か。その下のタイトル見てください。日本国民。日本国民が、憲法が保障している人権を持つことができる。これは当然。で、問題になるのは、例えば2番の外国人、ね。日本国憲法は日本国の国民を対象として、作られたもの、ね。じゃあこの日本国憲法で
外国人の人権を保障されるんだろうかという問題です。はい、ではそちら見ていきましょう。タイトルマークしてください。はい、外国人の意義、そして推論対策の中です。人権共有主体性っていうところ、そこタイトルマークしておいてください。イメージ的にどうしたと思います？日本国憲法で外国人の人権も保障されるか、まあ、これ基本的には保障されるんです。要は日本国民の人権しか保障しないよ、ね、お前外国人だからダメだ、ね、そういうことには通常ならないですね。まあ、外国人の人権も保障される、ね、でもやはり日本人と違うところがあるから、いろいろ制約あったりするところは出てきます、ね、基本的には保障されるということ。はい、じゃあその下マークしましょう。はい、こちらマークしてください。はい、A 説と B 説があります。はい、B 説もあります。外国人は日本国憲法の人権の共有主体ではない。まあ、外国人には、まあ、日本国憲法の人権は認められないという考え方です。まあ、理由、次に書いてるけど、日本国憲法の表題がね、国民の権利義務となってる。まあ、こういった考え方もあります。はい、でも通説は A 説の方。A 説ね、外国人でも、日本国憲法の人権の共有主体となる、ね、人権を、ね、認められる、外国人も人権を認められる。で、理由として丸2番、憲法は国際協調主義を取ってる、ね、国際協調主義を取ってるから、まあ、日本国憲法だけど外国人もこれは適用があるんだと考えていきます。丸2番は下線入れておいてください。はい、じゃあ、まあ、一応基本的に外国人に認められるということだけど、すべて日本国民と同じようにっていうわけにはいきません。じゃあそこをね、どう考えていくか、次のページです。はい、まずタイトルマークしてください。38ページ。保障される人権の、判定基準。はい、では画面変えます。文言説。はい、それから性質説、はい、ここまでマークしましょう。はい、そちら22条2項とあるところ P109 と
書いておいてください。22条2項とかね、 P109 はい、ストー長版109ページに載ってます。外国人の人権が保障されるとして、じゃあどういった人権が保障されるのか、はい、それについてまず A 説があります。 A 説は文言説、憲法の条文で何人もと書いてあったらそれは外国人にも保障される、そして国民はっていうね、主語になっていたら、これは外国人には保障が及ばない。つまり、憲法で使われている文言で区別しようという立場です。文言説と呼ばれます。はい、これには批判があって、まず、丸二番。憲法は、国民はっていう言葉と、何人もっていう言葉、そんなに厳格に区別して規定してません。ね、だから、その言葉で、区別するのは、どうかなっていう批判です。それと丸一番、もし言葉で区別すると外国人にも国籍離脱の自由、これが保障されるという、配慮矛盾です。矛盾が生じてしまう。はい、今ねそこ、P109 と書いてもらいました。22条2項とかね。でそっちで今条文が、ありますけれども、22条の2項、まあ、P109 をね、見てみてください。22条の2項で、何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されないと書いてます。で、これ、書き出しが何人もとなってます。そしたら今の文言説という立場だと、これ何人もと書いてあるから外国人にも適用されるという解釈になります。ところが今の、条文、国籍離脱をする自由を侵されない、ね、これ日本国憲法で決めてるんだけど、これが外国人に適用されるというのは変ですよね。日本国憲法で国籍離脱の自由があると決めてるわけだから、これは当然適用されるのは日本国民です、ね、あの日本国憲法で外国人に国籍離脱の自由があるよっていう、その外国人のことをそこで決めると変でしょ、これは。はい、だからね、あの、すでに文言で、ね、文言でこの条文が外国人に適用されるかどうか、ね、そう考えていくと、今のような条文については矛盾を生ずる、ね。外国人に適用されるはずがないはずの条文ね、それが適用されることになっちゃう。っていうね、そういう矛盾が生ずるってことです。はい、なので、通説はこちら B です。はい、通説は性質で見ていこうということです。憲法が保障している権利の性質、これでその人権は外国人に保障されるのかどうか、ね、その性質で区別をしていこうという考え方、これが通説となります。はい、だからまあ今の性質説の方でいくと、先ほどの国籍離脱の自由っていうね、人権があったけど、ね、これはその性質上、これは明らかに日本国民を対象としたものだ。ね、外国人に、ね、ついて決めたものではない。ね、まあ、そのように性質上見ていこうっていうね、考えです。そっちが通説。はい、では過去問レチメ見てください。P37 とあるところ、これも推論型問題で難問です。はい、で、ね、これはあのこの、括弧1番に入る、文章が下のどれか選んでくださいという問題なんだけど、これ次のページの回答欄見てください。こちらね、回答欄、ここヒントになります。これ丸一番のところ見てもらうと、イかオが多いでしょ。ということはこれおそらくは丸一番はイとオどっちかから選んでくださいってことです。
で、丸2番も同じ要領で、これ見ると E と O が多いから、やっぱり E と O どっちかから選ぶっていうことです。はい、なので、ね、この下の文章全部読んでね、どれが入るかって選ぶんじゃなくて、今の回答欄も参考にしてください。そうすると、丸1番は、まあ、E と O の可能性が高いんだけど、上の文章戻って、こちら部分ね。外国人にもこれ日本国憲法の人権が保障されますかってお話で、教授の発言キーワード見てください。肯定説の根拠はその通りですがって言ってます。はい、なのでこの手前の丸一番ね、そこには外国人にも、日本国憲法の人権を保障するそれの肯定説ね、肯定説との根拠となるような話がここに入ってるはず。なので、こう、周辺部分、こうね、見ていってください。そしたら、その肯定説の根拠として、E と O、どっちが妥当でしょう？下の E と O。外国人にも、日本国憲法の人権を認めるんだ、というね、肯定説の根拠。これ、E の方です。日本国憲法は国際協調主義を採用している。だから、ね、日本国憲法の人権保障は外国人にも及ぶんだ、ね、これが根拠となります。はい、では、次はこちら2番の枝見てください。じゃあ外国人に保障されるとしてどのように区別するか。私は性質説が妥当と考えます。外国人にある人権が保障されるか、それはその人権の性質で区別しようという考えです。で、丸2に入る、下の文章群も、やはり回答欄のところから、いいかを選ぶんだけど、ただこれはね、このキーワード、着目してください。この性質説というキーワード。で、丸2番にどの文章が入るかだけど、尾の枝見てください。尾の枝。性質って言葉がありますね。なんでこのようにキーワードが結構出てくることが多いんです。推論ではここに性質という言葉がある、ね、ここに性質があるからこっちも性質が入るってことです。性質性質とねつながるってこと、ね、そんな感じで何かこうつながってる言葉がないかっていうことをね見ていってください。はい、じゃあ、3番もう一つね見てみましょう。文言説っていう立場ありました。それに対しては〇〇という指摘ができる。〇3番。はい、〇3番は次の回答なんだけど、こちら見てもらうと A か A になってるからどっちかから選ぶことになります。 A か A。 はい、じゃあ〇3番ね、まあ、文言説に対する指摘だけど A と A どっちが妥当でしょう。憲法の文言で区別するんだという立場、ね、そう立場だと、ね、この場合おかしいじゃないかという話です。これさっきテキストでもあったけど A です ね文言説という立場を取っちゃうと、憲法22条2項、ね、これ何人も国籍離脱の自由を有するという条文になってるけどこれが外国人にも適用されてしまうということになっておかしいじゃないかっていうね、そういう批判が出てきます。はい、じゃあまた復習の際にもね、一度読んで考えてみておいてください。はい、まあ、推論型は非常に難しい問題だからね、そんなに一応一回考えてほしいんだけどあんまり深入りしすぎる必要もないからね。はい、ではテキスト戻ってください。38ページ。はい、じゃあ、外国人にも日本国憲法の人権が保障されるかで、まあ、性質によってね、そこは考えていくってことなんだけど、じゃあ、具体的事例見ていきます。2番。例えば、選挙権はどうか。はい、ではこちらマークしてください。38ページ。
選挙権、非選挙権、これも基本的人権の一つです。じゃあこの基本的人権が外国人にも保障されるかっていう問題で、それは上の B 説のように、この人権の性質で考えていこうということ、ね、そうすると選挙権や非選挙権という人権については、これは国民主権という原則から外国人には保障されないと考えていきます。はい、ただしこちら、永住者など地方公共団体と特に密接な関係を持つ外国人に関しては、法律で、仮に選挙権を与えたとしても憲法違反ではないとされています。はい、ただし欄外印つけてください。こちら星1番です。はい、今の本文は、その地方公共団体と密接な関係を持つ外国人に選挙権を与えてもね、まあ、それは憲法違反でないということだけど、まあ、欄外、実際にはどうかというと、実際には、地方自治法上外国人には選挙権は認められていないということです。憲法上も、選挙権を、与えなければならないということではありません。ね、本文で言っていることは、外国人に選挙権を与えなければならないということじゃなくて、仮に与えたとしても憲法違反ではないですよっていう話だからね。はい、それでは、過去問 P38 のところ見てください。はい、じゃあこの2つやってみてください。 P38 の2つ。はい、まあ、キーワードを、ね、確認してもらって、我が国に在留する外国人に地方公共団体の長や議会議員の選挙権を、付与する措置を講じなくても、外国人に選挙権を与えなくても、憲法違反ではない。はい、これ正解。はい、次はちょっと逆のこと聞いてますが、仮に外国人に選挙権を与えたらどうかっていうね、お話。外国人に選挙権を付与する措置を講ずること、はい、これも憲法上禁止はされてないとされています。はい、まあ、実際には外国人に選挙権は与えられてないわけね。で、まずそのね、外国人に選挙権が与えられてないこと、まずこれは憲法違反ではないから、逆に仮に与えたとしてもね、与えたとしてもそれは憲法違反ではないねということも言われています。はい、それでは次はテキスト戻ってください。はい、じゃあ39ページ次のページ。はい、同じく外国人の問題で、こちらマークしてください。外国人の公務就任権、39ページ。
では、まず争点というところ、どんな問題か。在日韓国人である地方公務員について、日本国民でないことを理由として、管理職への、試験の、受験資格を認めない。まあ、外国人、なので、管理職にはなれない。はい、そのような、受験資格を認めないことは、憲法に違反しないかという問題です。はい、これも憲法違反ではないというのが結論です。憲法は国民主権の原理から外国人の権力行使を行う管理職などへの就任を想定していない。はい、よって管理職に就任させないこと。これはたとえ在住外国人でも合理的な理由に基づく区別である。憲法には違反しないとされています。はい、では、今のところ過去問 P39 見てください。はい、じゃあそちらやってみてください。まあ、問題解くときはキーワードを示してますから、そこを着目してね、解いてみてください。地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に就任することができる、とする措置を取ること。これは合理的な理由がない差別的な、取り扱いに当たるとね、あるけど、はい、これは判例の考え方に照らすと×となります。はい、まあ、推論型問題は難しいけど、今の、ね、知識型問題ね、そういった問題からまず慣れていくようにしましょう。まあ、今のような問題は、テキストで先ほどマークしたこの判例の知識ですね、これをそのまま聞いてるわけです。外国人にその管理職への、受験資格を認めないことね、それが、憲法に違反するかどうかというここを聞いてるわけ。はい、それでは次は括弧2番社会権。じゃあこちらマークしましょう。はい、社会権についても外国人には憲法上十分に保障されるとは言えず、立法政策上特別な扱いを設けてもよい。まあ、日本国民と全く同じようには認められないよということです。では次のページ40ページです。こちらマークしてください。はい、ではテキスト40ページ。外国人は生活保護法に基づく保障の対象となるか。はい、まず丸1番。現行の生活保護法は1条2条において、その適用対象について国民と定めています。
このように道の適用の対象について定めた、各条にいう国民とは日本国民を意味するものですから、外国人はこれに含まれない。まず生活保護法に国民と書いてるわけだからね、外国人は対象外。はい、しかし、まあ、外国人も、生活、保護がされることがあります。それが3番、外国人は行政庁の通達などに基づく行政措置により事実上保護の対象となりうるにとどまり。はい、ちょっとそこをね書いてること難しいけど、まず行政庁というのは、厚生労働省のことです。厚労省、で、生活保護法という法律ね、法律では日本国民が対象なんだけど、その厚生労働省が出している通達、ね、こちらの通達で外国人にも、ね、これこれこういう場合は保障してあげなさいということが、指示されているわけ、ね、なので、あの法律で、その生活保護法という法律で直接外国人に生活保護がされているんじゃなくて、この厚労省が出している通達、これに基づいているということです。厚労省ね、行政庁が出している通達に基づく行政措置として、外国人にも保護がされている。はい、なので、生活保護法に基づく保護の対象となるものではないので、同法に基づく受給権を有するものではない。まず生活保護法という法律があります。で、この生活保護法は日本国民を対象としています。なので日本国民だったらこの生活保護法という法律です。法律に基づいて直接保障されるということ、ね、でも外国人はその生活保護法の対象外ということ、ね、じゃあ逆にそれで一切保障しないかというと、特に、ね、あの法律では保障されてないんだけど、厚労省が、ね、あの出している通達、こちらに基づいて、行政上の措置として保障が図られているんだということです、ね、だから日本国民のその法律に基づく保障とね比べると弱いものと言えます。はい、ですから法律で直接保障されているわけではないから、外国人の場合は、いろんな場合にこう制約を受けることはあるよということです。あくまでもこの厚労省が出している通達に基づく保護でしかないからね。はい、じゃあ、過去問例地名 P40 見てください。はい、ちょっと難しい問題、こちら読んでみてください。31-1-O、はい、これ難しいです。在留期間の更新または変更を受けないで在留期間を経過して我が国に在留する外国人ということだから、まあ不法滞在しているわけです。で、このものを生活保護の対象とするかどうか、これは立法府の広い裁量に委ねられている。で、まあ、そこまでだったらね判断しやすいんだけど、ちょっとその後余計なこと書いてて、その外国人が緊急に治療を要する場合であっても生活保護の対象としないとの扱いは違憲とならない。緊急の治療を要するんだったらそれなんか保護してあげないといけないんじゃないかっていう感じがしちゃいますよ ね。なのでちょっとそこが紛らわしいんだけど、ね、やはりそういう場合も含めて、憲法違反とはならないという考えで正解ということです。はい、これはその2行目3行目の、ね、ところが入ってるから難しい問題です。はい、まあ趣旨としてはそのキーワードのところね。で、コメント見てもらって、不法、在留者、
を生活保護の対象とするかどうか、これは、立法府の裁量の範囲に属する。はい、ということで、今の問題に書いてあったように、まあ、緊急の治療を要するその場合も含めてですね、不法滞在者については、もう一切ね生活保護の対象外とする、ね、これは、まあ、行政のその裁量の範囲内で、ね、憲法違反ではありませんっていうねお話です。はい、それではテキスト戻ってください。40ページ。はい、では過去3番はい、次は40ページね、括弧3番です。出入国の自由、こちらマークしていってください。まあ、ここは覚えやすいです。外国人に出入国の自由が保障されるかということだけど、入国の自由は保障されません。外国人が、無制限ね、自由に日本に入っていいか、ね、その入国の自由は保障されません。逆に、出国の自由、これは OK です。日本からまあ出ていくならいいですよ、とね、いう考え。出国の自由は保障される。再入国はどうか。再入国っていうことは、A と B 合わせたのが再入国です。ね、なので出国はいいけど入国はダメだっていう考えになります、ね、なので、再入国は保障されない。入国の部分があるからね。はい、それでは過去問を見てください。はい、では、ね、こちら、P40 の2つ目やってみてください。25-1-Eはい、そう、キーワードのところ。外国人には、日本から出国する自由に加えて、入国する自由も保障される。はい、これは、後半間違ってますね。入国の自由は保障されてません。はい、次の枝読んでください。これは難しいです。はい、外国人について、一時的に海外旅行する自由について憲法上の保障が及ぶと聞かれててね、これ難しいけど、海外旅行っていう言葉でね聞かれてるから難しいです。海外旅行ってことは、出国してまた入国するっていうねことです、ね、だからこれ言い換えたら再入国を聞いてるわけ。再入国、ね、はい、ということは×ね、外国人、コメントの通り外国人には、再入国の自由は保障されてませんっていうね、ことを聞いている問題です。はい、それではテキスト戻ってください。41ページ、テキスト41ページ。はい、じゃあ括弧4番マークしましょう。
はい、じゃあ次は、政治活動の自由。外国人が日本国内で自由に政治活動をすることができるか。まず原則は保障されているということ。政治活動の自由は外国人にも保障されている。ただし真ん中キーワードにしてませんけど、条件がついてます。我が国の政治的意思決定などこれに影響を及ぼす活動を除きっていうね、条件がついてますから、その点も注意しておいてください。はい、そして2段目。はい、原則政治活動の自由保障されるんだけど、この保障は外国人の在留制度の枠内で与えられているに過ぎないから、政治活動などの行為を考慮して在留期間の行使を拒んだとしても憲法に違反しないとされています。はい、ちょっと難しいお話だけど、まずね、その在留している間、外国人には原則政治活動の自由があるということ、ね、でも、ね、それは保障されるんだけど、そこで政治活動をやっていたということを理由として、在留期間の更新が拒まれることはあり得ますという話。それはまた別問題ですよということです、ね、政治活動の自由が保障されていることとね、それがその在留期間の更新に影響しないかどうか、ね、それは全く別問題というお話です。はい、それではここも見てみましょう。はい、P41 のところ。はい、じゃあまず一つ目やってみてください。はい、外国人には政治活動の自由について、次はポイント、ちょっと難しい問題だけど、我が国の政治的意思決定などに影響を及ぼす活動も含めてと書いてます。含めて保障が及ぶ、はい、これは×になります。はい、これはね、逆で我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動を除いてが正解ね。ね、そこを除いて保障が及ぶが正解です。はい、じゃあ次の枝やってください。15-1-1。はい、これは丸。外国人について在留期間中に政治活動したことを考慮して在留期間の更新を拒絶したとしても憲法には違反しない。はい、これはさっきテキストにあった判例です、ね、確かに、在留期間中、政治活動の自由は保障されるんだけど、ね、そのことを理由に在留期間の更新が、拒絶されるということは、ね、あり得ますという話です、ね、そこは全く、ね、別問題だということです。はい、ではテキスト戻ってください。41ページ。はい、では次はこちらマークしましょう。41、法人のところ。はい、法人、会社などです、ね、会社などの法人ね、
憲法の基本的人権は基本的に自然人を、ね、対象としてますけど、法人にも保障されるかって問題。法人は、社会における重要な構成要素で、権利の制止を可能な限り人権保障が及びます。でよく出てくる論点が次、政治活動の自由、政治献金の自由、はい、これも自然人同様法人にも保障されます。はい、当然政治資金規正法っていうね法律があるから、その法律に違反しない範囲内でっていうね、当然そういう話です。無制限にっていうことじゃなくてね、法律の範囲内であれば、自然人も法人も政治献金をすることができます。はい、それでは今のところ過去問レジュメ P41 見てください。はい、まずこの令和4年の1の O、 こちら一般的に聞いてますけど、人格権だとか、法的保護に値する人格的利益などね、自然人のみに認められ、法人には認められないっていう枝だけど、これは×になります。まあ、これ人格権とかこの人格的利益ね、具体的意味はそんな分からなくていいですね。まあ、問題の趣旨を考えてください。自然人に保障される人権が法人にも保障されるかどうかということを聞いてるわけね。はい、なので、まあ、法人にこれ認められないという枝だから×です。じゃあ次の枝やってみてください。これもキーワード見てください。はい、25-1 のあですが、会社による政治資金の寄付、これは自然人である国民による政治資金の寄付と別位に扱うべきであるという枝です。まあ、別に扱うべきってことは、自然人の場合は認められるけど法人の場合はダメですよってことですね。そういうふうに扱うべきかというと、そうではありません。テキストに、判例にあったよね。まあ、これは自然人と同様に扱うべきだとね、いうことですから、答えは×。はい、それではテキスト戻ってもらって、はい、じゃあ次42ページです。テキスト42ページ。はい、では2番のタイトル限界というところをまずマークしてください。2番の限界、はい、それでは下に降ります。こちらマークしましょう。南九州税理士会が、政治団体に対して金融の寄付をすることは許されるか、政党や政治団体の寄付は会員の個人的な政治思想や判断に基づき自主的に決定すべき事柄である。はい、では次のページ、はい、次のページ43ページこちらマークしてください。司法書士会が会員から復興支援の目的で特別会費を徴収すること、これは会員の思想信条の自由を侵害しないかで、これは、まあ、結論マークの通り思想信条の自由を侵害するものではない。はい、こちら
42ページが税理士会の事件で、43ページが司法書士会、だったけど、どちらも会員から強制的に会費を徴収するって話です。どちらもね、会費を強制的に徴収する。で、目的が42ページの方は、ある政治団体に寄付をするために会員から会費を強制徴収するって話。これがいいかどうか。で、こっちはダメってことです。ダメ。ね、それはね、ある政治団体に寄付するっていうことだけど、会員の中にはその政治団体を、支援してない人もいるかもしれません。ね、なので、会員からこう強制的に会費を徴収して、ある政治団体に寄付をするということは、個々人の思想の、思想信条の自由を犯すことになるということ。こっちはダメってことね。で、43ページは同じく会員から会費を強制徴収するんだけど、こちら目的は、阪神・淡路大震災のために寄付をする。そのために会費を強制徴収するって話です。そしたらこちらは別に、書いてあったように、その個々人の個々の会員の思想信条の自由を犯すことにはならないだろうということ、ね、っていうのはA 政党を支持していたとしても B 政党を支持していたとしてもね、今大震災で困った人がいる、そこを助けないといけないという考え方は共通してきますよね。そこは、ね、だからそういった目的のために会費を徴収するんだったら、個々の会員が A 政党の支持者でも、ね、B 政党の支持者でも、ね、その、ね、心情を犯すことにはつながらないという、ね、ことです。はい、まあ、そういった何のために会費を徴収しているかというところの違いです、ね、ある特定の、政党にこう寄付するための目的か、ね、あるいは震災で困った、人を助けるために寄付をするという目的か、ね、まあ、そこの違いと、ね、いうことです。はい、それでは次のページ見てください。44ページ、はい、じゃあ次は私人間効力というところです。44ページ、こちらマークしてください。人権規定、憲法の条文です。人権に関する条文は、国などの統治行動に対する個人の権利を保障することを目的としたものよって、私人間には当然適用されるものではない。憲法とはそもそも何のためにあったかというと、国家権力の乱用から国民の権利を守るということでした、ね、だから国家と国民の間に適用する、ね、それが憲法です。国家と国民の間に適用する。で、国民間、個人間ね、私人間、私人間には憲法というものは適用できないということです、ね、憲法ってそもそもそういったものではないから。はい、でも、次の45ページ、ね、私人間には憲法適用できないんだけど、私人間でも人権侵害が起こり得ます。国が、国民の人権を侵害することを防ぐ、それがもともと憲法の役割だけど、私人間でも人権の侵害が起こり得ます、ね、A が B のね、 A さんが B さんの人権を侵害するということは起こり得ますよね。だからやはり何らかの形で憲法の適用は必要になってくることがあります。はい、それが45ページ。はい、じゃあこちらマークしましょう。
私人間でも人権侵害が起こります。じゃあその時どうするか。私人間の問題については、司法というのは代表例は民法です。民法ね、これに憲法の趣旨を取り込んで解釈することで間接的に、憲法を適用していきます。これを、間接適用説と言います。間接適用説。次の図を見てください。私人間の問題に直接適用するのは民法ってことです。私人の問題だからね、直接国に適用するのは民法。はい、でもこの民法の、解釈、例えば民法の90条で公序良俗違反無効だってことが決められてるんだけど、ね、それの解釈にあたって、憲法の趣旨を取り入れるというやり方です。直接適用するのは民法なんだけど、ね、この民法の解釈にあたって、憲法の趣旨を取り入れる。だからこの憲法はこの民法を通じてこう間接的に適用しているやり方、こういったやり方を間接適用説と言います。はい、じゃあ次の判例マークしてください。はい、女子の定年年齢を男子よりも5歳低く定める会社の就業規則、これが憲法または民法に違反しないかという問題で、これはまず私人間の問題です。国は関係ないですね。会社の就業規則にそういったことは決めてるってことだから、会社、ね、私人の問題。はい、でこれについてね、どういう処理をするか。就業規則中、女子の、定年齢を男子よりも低く定めた部分は、もっぱら女子であることのみを理由とする、不合理な差別を定めたものとして、民法90条により無効である。民法90条は公序良俗違反という条文です。はい、で今のね、末尾に、民法90条に、違反して無効であると書いてます。なので、これ直接は民法を適用してるわけ。民法90条を適用してます。はい、ただね、民法90条ではどんなことが書いてるかというと、公序良俗に違反する行為は無効だと民法90条に書いてるわけ。公序良俗に違反する、ね、行為は無効。そうするとその公序良俗違反っていうのは一体何だろうか。で、そこを考えるにあたって、今の判例は憲法の考え方を取り入れてるということ。で、それが、憲法14条っていうね、条文なんだけど、憲法14条で法の下の平等っていうことが謳われてます。憲法14条で法の下の平等。ということは、憲法14条で法の下の平等っていうことが決められてるわけだから、なので、民法90条でいう、公序良俗違反ね。ね、それに今の事例は該当するんではないか。と、ね、いう形で、ね、判断しているということです。法の下の平等ってことは男性女性平等に扱わなければいけないってことですよね。だ憲法で、ね、そう書いてるわけだから、よってその就業規則で今の差を設けるってことは、民法のその憲法の趣旨から照らすとね、憲法の趣旨から照らすと民法でいうところの公序良俗違反、これに該当するんではないかねという判断をしているということ、ね、なのでその民法の公序良俗違反とは何かね、そこを判断するにあたって憲法の考え方を取り入れているっていうねことです。はい、なので今の問題の解決に際してね、憲法を直接、
その就業規則に直接適用してるんじゃありません。就業規則に適用してるのは民法90条という条文、ね、民法90条という公序良俗違反という条文ね、これを適用してるわけ、ね、でもその公序良俗違反に当たるかどうか、ね、それを考えるにあたって憲法の趣旨を取り込んでるっていうことです。はい、なので憲法はこの民法90条を通じて間接的にこう適用してるっていうやり方になってるから、こんな処理の仕方を間接適用説とね呼んでいきます。はい、それでは次のページを見てください。はい、じゃあ同じく間接適用説の考え方を取った判例いくつか見ていきます。46ページ。こちらマークしてください。特定の思想を有することを理由に本裁を拒否することは思想信条の自由や法の下の平等に対する侵害に当たらないかという問題、まあそのね、個人の思想で採用を決める。はい、では下に降りてください。こちらマークしましょう。はい、企業者の側も経済活動の一環として契約締結自由を有している。まあどういう人をね採用するかの自由を有している。企業者が特定の思想信条を有するものをそれを思って雇い入れることを拒んだとしても、当然に違法としたり、不法行為することはできないとされています。はい、そして、企業者が労働者の再決定にあたり思想信条調査して申告を求めることも言おうとすべき理由はないとされています。はい、まあ、これは今まあ同じことが裁判になったらねちょっと違う結論になってたかもしれませんけれども、まあ出されたのが昭和48年だからね、まあ、その時代の判例ということです。でその労働者を、ね、採用するにあたって、思想とか信条を、調査したとしても、まあ、違法ではないと、ね、書いてますけど、それが別に好ましいと言ってるわけではありません。判例はね労働者を採用するにあたってねいろんな、ね、思想とか信条を聞いたりする、ね、それで区別をする、ね、そのことが好ましいと言ってるんじゃないんですよ、ね、まあ、そういったことがあったとしても、まあ、違法とまでは言えませんという、ね、判例です。最近ではちょっと違う考えですよね。最近ではね、そういうね個々人の思想とか心情とかね、そういったことをね理由としてこう区別を設けるね、まあそれはねまあ適正ではないっていう考え方になってきてますよね。まあこれはそのね48年当時の判例だってことね、理解をしておいてください。はい、それでは P46 過去問レジュメ見てください。
はい、ではそちらやってみてください。企業が労働者の歳費を決定するにあたり、労働者の思想信条を調査し申告を求めること、直ちに違法となる。はい、これ罰となります、ね。まあ、好ましいことだね、言えないかもしれませんけども、まあ、それが直ちに違法かどうかといえばね、まあ、違法ではないとなります。はい、それではテキスト戻ってください。46ページ。はい、それでは次の判例マークしてください。46ページの次の図表です。学生の政治活動を広範に制限する、生活要録、やこれへの違反を理由とする退学処分、これは、憲法違反とならないか。私立学校においては見学の精神に基づく独自の伝統ないし校風、などが認められるから、学生の勉学を特に重視し、比較的保守的な、校風を有する大学が政治活動につき広範な規律を及ぼしても不合理な制限とは断定できず、退学処分も裁量権の範囲内にある、まあ、退学処分は違法ではないということです。はい、これはその、争点の1行目の、ね、生活要録っていうところがありますけど、まあ、学校の校則みたいなものでね、でそこで、政治活動を、するときは事前に大学に届け出をして、許可を取ってください、そんなことが決められてたわけです。で学生が、無許可でね、政治活動をした、ね、で、まあ、ちょっと退学処分ってひどいなっていう感じがするかもしれませんけど、その学生の方もまず無許可で政治活動やってて、で大学の方も何回もね注意をしたわけです、ね、で再三注意したにもかかわらず全然言うことを聞かなくて、ね、それで大学をこう誹謗中傷するようなね、そういうことをもう週刊誌に売ったりとか、ね、もうそんなことをして回ったっていうねお話なんです、まあ、それで退学処分になってしまったと、ね、いう話、ね、なのでね、まあ、ちょっとその字面だけだとね、政治活動が禁止されてて、ね、でそれに違反があったから退学処分したね、ちょっとひどいなって思えるかもしれませんけど、ねまあそのね、大学の方もこう、ね、再三にわたってこう注意したんだけど、ね、学生のも全然言うこと聞かずにっていうね、まあ、そんなお話だっていう、ね、ことです。で、まあ、そこで退学処分にしたことは、ねまあ、それはもう学校の、まあ、それは裁量権の範囲内でしょうと、ね、いうことです。はい、それでは次のページ47ページ見てください。はい、今のところの判例ね、まず結論を覚えておいてください。それぞれ判例でどんな結論になってるかね。で、今やってるところは私人間効力っていうお話でね、まあ、憲法はこう間接的に適用していきましょうというお話です。じゃあ47ページ、はい、ちょっとこれ推論対策になります。こちらマークしていってください。まずタイトル、
はい、私人間効力、まず A 説、憲法の人権規定は私人間にも直接適用されるんだという説もあります。はい、じゃあちょっと画面を変えます。こちらマークしてください。はい、私人間にも直接憲法を適用できるんだ。こちらの根拠は、憲法というものは全ての法領域に妥当するということが根拠。憲法は全ての法領域に妥当するから私人間にも適用できるんだ。はい、でもこれに対する批判。憲法というものを直接私人間に適用すると、個人の領域、私的自治の原則、これが、否定されることになってしまう。というね、批判が出てきます。はい、では次のページ、はい、48ページです。こちらマークしましょう。 B 説、はい、こちらが通説。私人間の問題には、憲法は間接的に適用するんだという考えです。まず、司法の一般条項、民法です。民法を適用する。ですので、民法を媒介として、憲法の考え方を適用していく。というやり方です。はい、その理由は、さっきと逆だけど、憲法を直接適用すると、私人の領域、私的自治が害されてしまうっていうね、考えです。はい、この B 説に対する批判。これちょっと難しいです。純然たる事実行為に基づく人権侵害。これが憲法による規制の、範囲外に置かれてしまう、場合がある。今の丸2番、どういうことを言ってるかというと、事実行為という言葉を着目してください。事実行為。事実行為の逆が法律行為です。事実行為の逆は法律行為。そして、この B 冊の考えは、民法を適用するという考えですね。直接は。で、民法という法律は、法律行為について適用ができるわけ。なので、A さん B さんの間に何らかの法律行為があって、それで人権侵害があるんだったら民法を適用して解決をすることができる。でも逆に、法律行為ではない行為です。事実行為。ね、事実行為に基づいて、人権侵害があったら、そしたらそこには民法は適用できない。民法適用できないんで、この B 説だと人権侵害の救済が図れないと、ね、そういうことを言ってるわけで、逆に憲法を直接適用できるんだとすればね、それだったら事実行為にも適用できるでしょう。
とねいう話なんです。はい、ちょっと今のところ難しいけど、過去問レジュメ P47 見てください。はい、 P47 のところ、1節と2節があって、1節は憲法は直接指示官に適用できる、2節は間接的に適用するべきという立場です。はい、そして、答えは3番なんだけど、3番見てもらって、1節直接適用説です。1節から2節に対して、これテキストに出てきた言葉、事実行為による人権侵害に対する憲法による救済、これが困難になるという批判ができる。はい、これ正解。2節の立場だと私人間に直接適用すべきは民法ということになるけど、民法は事実行為には適用できないでしょうということを言ってるわけ、ね、そしたらその事実行為に基づく人権侵害があったらね、この2節だと人権救済が図れないじゃないか、ね、なので憲法も私人間に直接適用、した方がいいんだっていうねことを、まあ、1節は言ってるわけ。はい、ではテキスト戻ってください。はい、じゃあ、あとちょっと、ね、いくつか判例見ておきましょう。48ページの下、はい、次はね、特別な関係における人権制約っていうところ、タイトルマークしてください。はい、48ページの一番下ね、2番タイトル。はい、では次のページ49ページです。こちらマークしましょう。公務員の場合は人権が制限されることがあります。あ、これサルフツ事件って言ってね、北海道の、村の名前です。サルフツ村っていうところね、北海道あるんだけど、そこの地名、郵便局員、そのサルフツ村の郵便局員が、選挙に際して特定の候補者のポスターを、掲示して回ったっていうねことです。はい、それで、国家公務員法で処罰された。はい、では下に降りてください。こちらマークしましょう。はい、公務員は職務上中立性が求められます。はい、よって、公務員に一定の政治活動をすることを、制約していること、公務員が、政治的行為をすることをね一律禁止していること、これは憲法違反ではない、合憲だとされています。はい、それでは次のページ見てください。はい、こちら同じような判例です。マークしてください。50ページもやはり中立性が求められます。裁判官がある法案に反対する政治集会に出席して、自分は裁判官だと身分を明かしてね発言した、まあ、それどうなのかっていう問題です。はい、結論は裁判官について政治活動を禁止されてるんだけど、それも憲法には違反しないっていう結論です。
はい、それでは次の51ページ見てください。はい、では次はこちら51ページ、刑事施設に収容されている者の人権の制約。閲読の制限。はい、それでは図4の中マークしてください。未決公金者の閲読の制限、これが許されるのは放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要で、本件ではそのような合理的根拠があったので、憲法21条に違反しない。はい、まあ、事件は冒頭書いていくね、淀号ハイジャック事件という事件があって、それに関する新聞記事をね、この者に見せないようにしたというお話です。まあ、それが許されるのかという、ね、問題です。はい、それでは、最後もう一箇所マークしておいてください。次のページ52ページです。はい、こちら喫煙の自由。はい、喫煙の自由は基本的人権の一つに含まれるとしても、あらゆる時場所で保障されなければならないものではない。で、刑事施設に収容されているもの、拘禁されたものに対して、喫煙を禁止したとしてもね、憲法に違反するものとは言えない。はい、ではこちらまでマークをしておいてください。はい、じゃあ今日時間ですので、今最後にざっとマークしてもらったあたりね、またあの次の回冒頭ね説明していきます。まあ復習の際にあのテキストをね一読しておいてください。じゃあ今回はあのとりあえず52ページの今のところまで進んだってことで、そこまでマークしたところを復習の際ね、読んでおいてください。でマークしたところ読んで、あとその該当するところ過去問、ちょっと最後の部分は駆け引きになっちゃってるね、ちょっと自分でも考えて、問題解いてみておいてください。はい、では、憲法の1回目以上です。お疲れ様でした。